ボーダフォン700に NK はノキアが製造し、ボーダフォン日本法人が2004年12月に発売した WCDMA 通信方式のボーダフォン 3G サービスを利用可能なスマートフォン。日本国外でノキア6630として発売されているものを日本語化し、ボーダフォン向けのカスタマイズを行っている。OS はノキア6630と 同じくシンビアーノス 8.0R。日本ではソフトバンクモバイルのソフトバンク 3G ネットワークを使用する。日本国外ではソフトバンクモバイルが契約した現地キャリアのネットワークを使用して国際ローミングを行う。この端末は SIM カードを採用しているが SIM ロックがかかっているため他キャリアの SIM カードを挿しても使用することはできない。しかし最近、 シムロックを解除する方法が発見され、国内外たキャリアのシムカードを指して使用することができるようになった。このため、オークション等での価格が上昇傾向にある。本端末で各種のパケット通信を行う際に、ソフトバンクモバイルのパケット定額制の対象とならない場合があるので注意が必要である。e メールクライアント機能 S アプリ以外の Java アプリケーションや、 ネイティブアプリケーションによる通信、PC、PDA を接続してのデータ通信などは定額対象とならない。セキュリティ上の理由により通常の方法でインストールできるネイティブアプリケーションはノキアかシンビアンの認証をパスした電子署名のあるものに限られている。しかし、ユーザーの手によって電子署名のないアプリケーションをインストールするテクニックが開発され、 若干手間はかかるものの実質的に問題なくインストールできるようになっている。付属品は AC アダプタと電池の他にステレオヘッドフォンと USB ケーブルがあり、標準セットのみで音楽再生や PC 接続を利用可能。発売開始から3年以上経つが根強い人気があった。なお、総務省の無線設備のスプリアース発射強度の許容値にかかる。 技術基準の改正により、本機種は技的執行となるため、2015年12月1日以降日本国内では使用禁止となった。区部がは対応していない2007年8月に電池パックの欠陥が発表され、回収、交換が行われている。ノキア製一部機種をご利用のお客様へご利用に関する大切なご案内。ありがとうございます。